はい、青い駅まであと少しになったので撮ってみます。山が見えてきました。正面が十勝岳、左に美瑛岳、こっちの道行ってみます。やっぱりたまに熊は出るんですね。ちょうど木の隙間から富良野岳見えてます。その柵の向こうに青い池があります。ちょっとこの高いところ上がってみます。あ、見えました。どうでしょう、この奥の方はいい色でないけど、手前は割といいんじゃないかなって感じます。美瑛川です。ちょうどその池の右側に今人歩いてきてますけど、あそこに、噴火の時の泥流を防ぐため の堤防を作ろうとして、まあ、作ったんですね。そしたらそこに水が溜まって、青池って呼ばれるようになりました。はいはい。